教師が到着なんていつの時代だよ。何か出たら嫌だな。え？で、出た？この中からトイレ？もしもし。はーい。バカじゃのー。え、何ここ？え、トイレじゃ。ん？なんじゃお主。生きた人間か。よくここに入ってこられたな。本物。殺される。わしとなセックスをしてみる気はないか。なんで急にそんな話に。まあそんなわけで、好みの男とセックスをすれば成仏できるやもしれん。でも僕は教師なんです。まったく、お主のような先生がいてくれたならこんなことにはならなかったのに。生徒みたいな子に手は出せません。ぐぬぬぬぬぬ、わからずやめ。よかろう。ではこうしよう。お主が勃起を我慢できたら聖職者として認めてやる。君は一体。君ではない。わしは花子、長谷川花子じゃ。ああ、トイレの花子さん。おなごにトイレとは失礼じゃぞ。すみません。まったく、勃起どころか射精までしてしまったからの。言うことを聞いてもらおう。満足できましたか。バカ者。今日の補習はここまでです。で、成仏するんじゃなかったんですか。そうじゃな。しかしお主のおかげでこうして出歩けるようになったしの。それにあれほど情熱的に求婚されてはな。求婚って。僕は一人の教師として君のことが心配だから。分かっておる。だから受け取ってください。私の気持ちです。花ちゃん、ありがとう。え、花ちゃん、もしかして成仏しちゃうの。そんなの嫌だよ。せっかく君のことが好きに。え、何が。ほれ、自爆が解けた。それだけ。何を言う。自由になれたのじゃぞ。え、じゃがな、いつ何が起こるかもしれん。お主はずっとわしに精を注ぎ続けるのじゃ。ってことはこれからも花ちゃんと一緒。おう、そうじゃ。死ぬまで一緒じゃ。もしかすると死んでもずっと一緒かもしれんぞ。まあ。お主は本当に大バカ者じゃ。どうせ大した内容じゃないと思うけど。ん？皆さんご存知、呪いのビデオの貞子です。いや、存じねえよ。正確には呪いのビデオに集まった幕僚の集合体ですけど。本物なのか。そうですよ。ってことは僕は呪われたりするの。いいえ、そんな力私にはもう残っていません。え、
どういうこと？こほん。説明しますと、ビデオメディアの衰退に伴い、私たち呪いのビデオの存在は忘れられてしまいました。霊にとっての死ぬって何だと思いますか？ホルム街的に言うと、人々から忘れ去られること。その通りです。そっか、大変なんだな。はい、事情は分かったから、そろそろ帰ってくれないか？いえ、今からお兄さんには私とセックスしてもらいます。え？私たちに残された霊力もあとわずか。生存戦略の思考の末、導き出される答えは一つ。アダルトビデオとして生きていきます。みんな出番ですよ。君とセックスするなんて一言も。分かってますよ。お兄さんのパソコンに保存されている画像、動画から考えて。なるほど。お兄さんの好みはこんな感じかな。ご協力感謝します。お父さんもお母さんも帰り遅くなるって言ってたな。男の子は下半身から食べられる。ああ2階に手が。どうしよう、連れてきてる。このままじゃ僕八尺さん、どうぞお入りください。子作りするんだよ。私、メリー、あなたに天国を届けに参ります。童貞の元に現れて筆下ろししてくれるヨーロリラブドール妖怪メリーちゃん。噂は本当だったんだ。もしもし、私メリーちゃん、今あなたの後ろにいるの。え、後ろ？本当にいた！はじめまして、羊様。本日はよろしくお願いいたします。あ、こちらこそよろしくお願いします。あ、まつ毛長くて雪みたいな白い肌。めちゃくちゃ可愛い。どうかなさいましたか？いや、なんでもないです。お、に、い、ちゃん。うまく侵入できたみたいです。変な人に絡まれちゃったな。あの、いきなりで申し訳ないんですけど、私とセックスしてください。何言ってるんですか？VR ゲームでセックスしてみたいんです。できるわけないでしょ。千年齢ゲームですから。試してみますか？近いですって。あなたの好きなものをリサーチしますね。
プログラムを少しだけ書き換えてみました。お姉さんって何者なの？もう我慢できません。開けていいですよ。ここって別のゲームとリンクして良さげな場所に転移しました。わあ、服が変わってる。ここなら好きなだけセックスできますね。お姉さんとセックス？ほら、ここでは先輩って呼ばないとダメだぞ。私は無数の霊の集合体だからいろんな姿になれるんだよ。ねえ、ゲームの続きしよう。キツキツロリマンコも超気持ちいいよ。これ以上は出せないよ。最高！今度から VR のセックスプログラム拡散してセフレ探ししちゃおう。